大阪府泉大津市二電町一丁目15番27号にある泉大津税務署。税務署とは国税庁の下部組織として国税局の所掌事務の一部を文章させるために設置されている国の行政機関。財務省設置法第24条の規定に基づき設置されている。2005年3月現在。 税務署の所掌事務は、財務省組織規則によって、一家のように定められている。内国税の負荷及び徴収に関すること税理士、制度運営に関すること酒税の保全並びに、種類業の発達、改善及び調整に関すること種類に係る資源の有効な利用の確保に関すること因子の模造の取締りを行うこと税務署の所掌事務に係る国債、協力に関することその他、 法令に基づき、税務署に属させられた事務税金のうち、国税である、所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税、登録免許税、飲酒税、酒税、揮発油税、地方道路税、航空機燃料税、電源開発促進税、自動車重量税、石油ガス税、石油石炭税、タバコ税などに関する業務を行っており、 確定申告の時期には多くの人が訪れ、確定申告や帳簿に関する相談などを受け付けている。また、書によっては、これらの他に、主税や総合的な調査などの専門分野を指導する担当や部門間の連絡調整など、現場レベルの事務運営を指揮監督する連絡調整官などといった専門職が配置される税務所もある。これらの職は、 通常課長待遇、または課長補佐待遇での配属となるが、種類指導官などで、所長、副所長クラスの幹部が配置される枠もごくわずかでは、あるが用意されている。五大所と呼ばれる税務所は、以下の5所であり、全国の税務所を局所番号順に並べたとき、先頭に位置する。いずれも東京都の都心3区を管轄する税務所である。ありがとうございます。